今日はピンク見えますか、このピンク、はい、ピンクに狙いたいと思います。ここからこれ見てよ、これこっちはフェアウェイ、これ逆目、ピンの方向に向いて、これしかもふかふか、むずいよね、むずいでしょ、ね、むずいでしょ、むずいでしょ、むずいでしょ、ね、むずいでしょ。でも俺からしたら簡単。みんなにちょっと声届かないから、ちょっと来てもらっていい全然声届かない、はい、こんなのね、俺からしたら簡単なんですよ。なので今から簡単に説明したいと思います。いきます。フェイス開くだろ、アドレス広げるだろ、横から横からポイント、ほらアンドリューもうなずいてる。アンドリュー Thank you もう一回いくぞ、これ見てみる、これむずいだろ、これむずいだろ、そのアングル、そのカメラのアングル変えないでくれよ。飛んだろ、フェイス開くだろ、足開くだろ、横から飛んだよ、これ見てみる、ほらめちゃくちゃうまいだろ。このアプローチ難しいと思った人、ゴルフがいいよはい怒られるやつ最後に行きまーす。フェイス開くだろ、足広げるだろ、これじゃダメだよ、これだよ、横から飛んだよ、フェイス開くだろ、気がいいから、気がフェイス開くだろ、足開くだろ、横から飛んだよ。もう一回いくよ、これなんだ、これもう最悪じゃない、これ、いやー、これこういう打ち方もあるけどねでもフェイス開くだろ、足広げてるだろ、横から飛んだよ。いってらっしゃい。はい、これ難しいと思った人、ゴルフいいと思います。はい、怒られます、失礼いたしました。以上、中西でした。いってらっしゃいシャンクとトップでお困りの皆様、こんにちは。プロゴルファーの中西直人でございます。悩んできたからここに来たんだよね。そんなシャンクとトップに悩んでるみんなのために練習方法なんて教えちゃおうかなってそんな気持ちで回しましたはい、というわけでみんなになぜねシャンクするのか、トップするのか、またねダフるのか、簡単に説明したいと思います。シャンクするのは山本ちゃん、なんでだと思いますか？どこに当たってると思う？シャンクすると、これシャンクするってことは、うん、どここどこでしょう？真剣に答えます。はい、ここです。正解はこっち。真剣に答えます。こっちですと思います。そうですね。ここですね。ここに当たるとシャンクが出ますね。でも普通に構えて、ここに構えて、ここに当たるってことは普通に考えてあり得ると思いますか？ありえないと思います。ありえないよね。ってことは構えたところで、構えてここに当たってるってことでしょ。わかります？ここで構えてんのにここで当たってるってことだから、打つ瞬間に体がこうやって、もうちょっと今綺麗に入ったけど、こうやって浮いてるってことなんですよ。そんなシャン君とトップンとダフリでお困りの皆様に超絶簡単な練習方法、それはねスプリットハンドで練習する。手と手を離すことによって、これね、この構えた通りに打つことができるんです。これでね、もし右腕と左腕のバランスが悪かったら浮いてくるよね。これダメだよね。これもダメだよね。この右手と左手を離した状態で練習をすると綺麗に当たるということですわ。なので皆さん、ぜひ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 ハンドでやってみてください。これであなたもスプリットハンドネキ、またはスプリットハンドネキ証拠ゲットです。おめでとう。それでは皆さん、スプリットハンドでいってらっしゃい。